さあ攻守方向変わりまして第4クォーターに入ります。佐藤建設フォースダウン19パントフォーメーションを選択しました。さあしかしここでトラブル発生。スナップが低かったためパンターがそのキック体勢を確保できず、その間に愛知3番が見事なタックルしましてパントをさせずに攻守交代となりました。大きく佐藤建設交代した位置で攻守交代となります。愛知ここで大きなチャンスを得まして相手陣21ヤードの位置からのファーストダウン10の状況に入ります。佐藤建設この窮地を脱することできるでしょうか。愛知このチャンスものにすることができるでしょうか。相手陣21ヤードから愛知ゴールデンウィングスファーストダウン10。さあここで中央へのランプ、ランニングが1番ハンドオフを受けまして中央突破を図り約2ヤードのゲインとしています。ランニングバック1番は勝本、関西学院大学出身。愛知相手陣19ヤードからセカンドダウン8。オフェンスラインのアライメントを非常に特殊な形をとっています。ラインマンの一人を左ワイドレシーバーの脇に構えました。パス成功。攻撃権更新ファースター。クォーターバック7番ここで右にいたワイドレシーバー6番にパスを通しまして攻撃権更新を果たしています。愛知ゴールデンウィングスファースター。見事パスを取りました愛知ゴールデンウィングスのワイドレシーバー6番は梶本、駒澤大学出身のチームのルーキープレイヤーです。愛知相手陣10ヤードの位置からのファーストダウン10に入ります。クォーターバック7番ここでオプションフェイクからターゲットを探しましたがしかしレシーバーカバーされていたためランニングバック1番にセーフティーバルブのパスを投じました。このパスによるゲインはほとんどありません。セカンドダウンに変わります。しかし取りましたワイドレシーバーランニングバックの勝本、素晴らしいキャッチでした。愛知相手陣10ヤードからセカンドダウン10。さあ今度はその勝本に中央突破を図らせます。密集点をつきましたがこのランプレーによるゲインは2ヤードにとどまっています。愛知サードダウン8の状況となりました。愛知サードダウン8ボールオンは相手陣8ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック7番エンドゾーンへパス。ワイドレシーバー8番の補給力にかけましたがしかしディフェンスダブルカバーでパス不成功となっています。ダウン1つ失いましてフォースダウンと変わります。愛知フォーメーションを変えます。フォースダウン8フィールドゴールトライ、キッカー2番毛利のフィールドゴールに得点追加点をかけます。キックレングス25ヤード。このキック見事決めまして3点追加。
愛知ゴールデンウィングス6点、佐藤建設スタンディングベアズ0点となりました。かつて名城大学でキッカー専門職でありながらチームキャプテンを務めた名手毛利、ここで確実にフィールドゴールを決め、チームのリードを確保しています。双方とも攻守ともに奮闘する状況で膠着状態続いている中、しかしそのわずかな可能性を生かして愛知、毛利のフィールドゴールにより現在6点のリードを保っております。佐藤建設、これを打開できる攻撃が展開できるでしょうか。その毛利のキックオフで試合再開となります。佐藤建設リターン、右オープン展開を図りましたが、しかしこれは愛知30番がカバーしまして、佐藤建設陣22ヤード付近からの攻撃と変わります。佐藤建設自陣22ヤードからファーストダウン10。クォーターバック26番ハンドオフへから左オープンへのランプレー、自らの総力により攻撃権更新を図りましたが、しかしこれによるランプレーゲインほとんどありません。セカンドダウンに変わります。愛知ディフェンス陣がこのクォーターバックのランプレーにも対応しています。佐藤建設自陣22ヤードからセカンドダウンテ、さあ今度は中央へのランプレー、何枠29番にハンドオフして左オフタックルをつかせました。ゲインはしかし3ヤードにとどまっています。何枠29番は上野、龍谷大学出身。佐藤建設自陣25ヤードからサーダウン7。インターセプト、ターンオーバー。ここで佐藤建設はパスプレーによる突破を図りました。ターゲットは13番でしたが、この時13番キャッチミス、その弾いたボールを愛知44番が奪いましてインターセプトとなりました。攻守交代です。ターンオーバー、素晴らしい反応でインターセプトしましたのは愛知ゴールデンウィングス44番の深夜、京都府立大学出身のプレイヤーです。これにより攻撃権変わりまして愛知ゴールデンウィングスの攻撃となります。ボールオン愛知、相手陣15ヤードからファーストダウン10。さあこれをまず中央へのランプレーで突破を図ります。何枠1番ハンドオフから左オフガード付近をつきまして約4ヤードのゲインとしています。オフガードとはオフェンスラインのガードとタックルの間にあるポジションを言います。その隙間を縫った形のランプレーにより約4ヤードのゲインとしました。キャリア1番は勝本、関西学院大学出身のプレイヤーです。愛知セカンドダウン6、フォーメーションを変えます。ラインを1人外側のレシーバーの脇につけました。パス不成功。
ブロッカーを生かしてのランプレートを見せかけ、そこからディープゾーンに走ったワイドレシーバー、8番のエンドゾーンへのパスでした。しかしこれはディフェンスのカバーによりパスキャッチならず、パス不成功となりサードダウンに変わります。愛知相手陣12ヤードからサードダウン6。今度は右側にラインをつけました。その裏をつくようにランニングバック1番の総力にかけましたが、しかしこれは佐藤健するディフェンス陣集まりよく約4ヤードロスを奪っています。愛知フォースダウン10の状況に入りまして、フォーメーションを変えましてフィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キッカーは本日好調の毛利、キックレングス32ヤード。このフィードゴールの成功、3点追加。愛知ゴールデンウィングス9点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点となりました。これにより愛知の得点はワンタッチダウン以上の得点という形になります。タッチダウンの場合はタッチダウンの6点、そしてその後プレーを決めますと合計最大で8点を得ることができます。先ほどまでの状況ですとこれを佐藤建設が成した場合には試合が逆転する形でした。しかしこのフィールドゴール決まりましたことによりワンプレーによっては試合が逆転できない状況に得点差がなっております。ハードチャージ、ハードタックル、さあ試合を徐々に優位に進めるキックを見事に決めております。毛利のキックオフで試合再開となります。佐藤建設8番がリターンに入ります。これを愛知4番見事にカバーしまして佐藤建設陣27ヤードの位置でとどめました。この位置から佐藤建設の攻撃となります。さあ佐藤建設はこの試合時間残り3分37秒で2回得点機を得なければいけません。少なくとも1回はタッチダウンを上げないとこの状況打開は図れません。果たしてこれをなすことできるでしょうか。ボールオンは自陣27ヤードの位置から佐藤建設ファーストアンテン。これは愛知ナイスディフェンス。佐藤建設20番にトスをしまして佐藤建設は左オープンへのスイープレーを図るとしましたが、しかし佐藤建設ディフェンスバック陣が急猛チャージをかけまして約5ヤードのロスを奪っています。佐藤建設自陣22ヤードの位置からセカンドダウン15の状況になります。パス不成功。ここで佐藤建設はトリックプレー、ランニングバックにトスしましてスイープと見せかけそのランニングバックがパスを投じるプレーを展開しました。これによりワイドレシーバー8番への一気のロングゲインを図りましたが、しかしディフェンス陣カバーしておりパス不成功となっています。ダウン1つ失って佐藤建設サードダウンと変わります。佐藤建設自陣22ヤードからサードダウン15、試合時間残り2分48秒。これも愛知ナイスディフェンス。今度はランニングバック29番の総力に託しましたが、しかしこれを愛知17番が見事なカバーしましてこのランプレーむしろ2ヤードロスを奪っています。
ここで佐藤建設後半1回目のタイムアウトを取りました。試合時間残り2分38秒で時計は止まっております。佐藤建設、非常に厳しい状況となっていますが、このタイムアウトで状況を打開できる作戦組めたでしょうか。フォースダウン17で試合再開です。佐藤建設、しかしプレーをするのでしょうか。フォーメーションはプレーをできる体系となっています。さあ、ギャンブルでいった。これをクォーターバック26番の総力で突破を図りましたが、しかしこれは愛知ディフェンス陣の壁を破るには至れず、4回目の攻撃失敗となりました。攻守交代です。ターンオーバー。攻撃権変わりまして、今度は愛知の攻撃となります。ボールオン相手陣23ヤードから愛知ゴールデンウィングス、ファーストダウン10。さあ、ここでボールのファンブルがあったら、これを佐藤建設を抑えました。攻守交代です。ターンオーバー。愛知ここは確実にランプレーで攻撃を展開しようとしましたが、この時にランニングバック1番ボールをファンブル。それをすかさず佐藤建設を抑えまして攻撃権ダッシュです。攻守交代、ターンオーバー。さあ、試合終了まで残り2分23秒の状況で佐藤建設に攻撃権が渡りました。佐藤建設、これを生かすことができるでしょうか。ボールオンは自陣19ヤードの位置にありましてのファーストダウン10。クォーターバック26番、プレッシャーを浴びながらパスターゲットを探しましたが、スクランブル左オープンに展開して約5ヤードのゲインとしています。外に出たので一旦ここで時計は止まります。クォーターバック26番はアイオイです。佐藤建設、自陣24ヤードからセカンドダウン5。パス不成功。ここでクォーターバック26番パスを投じましたが、これを愛知74番がパスカット、パス不成功と書いています。ダウン1つ進みまして、佐藤建設サードダウンに変わります。試合時間残り1分43秒。佐藤建設、ボールオン自陣24ヤードからサードダウン5。試合時間残り1分43秒です。パスでゴー、ファーサー。ここでクォーターバック26番ロングパスを投じまして、競り合いながらワイドレシーバー1番見事にキャッチして攻撃権更新です。佐藤建設、ファーサー。
見事パスを投じました。クォーターバック26番はアイオイ、取りました。ワイドレシーバー1番は沖西、沖西は岡山大学出身のプレイヤーです。ここで愛知、まずパスを叩きつけスパイクしまして時計を止めます。あえてプレー開始とすぐさまにパスを叩きつける形は合法なプレーとしてパスの失敗にすることができます。これにより試合時間は残り1分28秒となりました。ダウン1つ失いますが佐藤建設、残り時間1分28秒でセカンドダウン点の状況で攻撃再開です。クォーターバック26番ハンドオフウェイから左オープンへのランプレー、これにより約7ヤードのゲインとしています。ここでホイッスル、ここで佐藤建設後半2回目のタイムアウトを取ります。ボールを持った選手が中で倒れた場合は時計が回り続けます。これによる時間の消化を避けるために佐藤建設はここで後半2回目のタイムアウトを取りました。佐藤建設後半2回目のタイムアウトを使いました。試合再開です。試合時間残り1分20秒、佐藤建設自陣49ヤードからセカンドダウン4、佐藤建設ファーストダウン。クォーターバック26番、パスを投じようとしましたがターゲットカバーされスクランブル、左オープン展開しまして攻撃権更新です。佐藤建設ファーストダウン。佐藤建設相手陣43ヤードからファーストダウン点。試合時間残り1分12秒、パス不成功。ここで内側に切れ込んできたワイドレシーバー91番にパスを投じました。しかしこれはパスタイミング合わずパス不成功に終わっています。試合時間残り1分7秒で止まっています。佐藤建設相手陣43ヤードからセカンドダウン点。ナイスラン、ファースター。クォーターバック26番、プレッシャーを浴び右オープンに展開、そこからパスを諦めスクランブル、しかしこれが結果的に構想し右サイドライン際駆け上がって攻撃権更新です。佐藤建設ファースター。試合時間残り55秒で時計は止まりました。見事な判断で攻撃権更新果たしました。佐藤建設26番はアイオイ。佐藤建設相手陣29ヤードからファーストダウン点。さあここで中央へランプレー、ランニング3番による突破力にかけました。しかしこれはディフェンス陣集まりよくゲイン2ヤードにとどまっています。ここで佐藤建設後半最後のタイムアウトを取りました。試合時間残り48秒で時計は止まっています。
さあこの最後のタイムアウトを使って得点を上げることできるでしょうか。佐藤建設スタンディングベアーズ、タイムアウトを解けます。佐藤建設相手陣27ヤードからセカンドダウン8、試合時間残り48秒。パス不成功。クォーターバック26番、ここでミドルゾーンにいたターゲット91番にパスを投じましたが、このパスオーバースロー、パス失敗でサードダウンに変わります。佐藤建設相手陣27ヤードからサードダウン8、試合時間残り43秒。ここでクォーターバック26番エンドゾーンへパス、ターゲット1番ダブルカバーを浴びながらこれを見事に競り合ってキャッチし、エンドゾーンに着地、タッチダウンとしました。ナイスキャッチ、タッチダウン。佐藤建設6点獲得。見事な勝負強さでタッチダウンパスキャッチをしましたのは佐藤建設ワイドレシーバー1番の沖西、岡山大学出身のプレーヤーです。そしてトライ4ポイントのキックも決めまして1点追加、佐藤建設スタンディングベアーズ7点、愛知ゴールデンウィングス9点となりました。これにより佐藤建設両チーム初のタッチダウンをこの試合上げる形に成功しました。しかし試合時間は残り35秒です。この時間内に得点上げるための攻撃権を得ることができるでしょうか。ここで愛知後半1回目のタイムアウトを使います。このキックオフがどのような形になるかを想定しながらどうやらフォーメーションを対策するようです。さあどうやら愛知はオンサイドキックをケアし、リターンチームを前に競り上げます。佐藤建設キックオフ、さあこのキックどちらが確保したでしょうか。愛知の確保です。これより愛知の攻撃となります。愛知ハーフウェイからファーストダウン10、2ダウン時計を回します。佐藤建設に時計を止める手段はもう残っておりません。
試合時間まもなくここで0秒となりました。ここで試合終了です。試合終了となりまして、愛知ゴールデンウィングス9点、佐藤建設スタンディングベアーズ7点で愛知ゴールデンウィングスの勝利となりました。佐藤建設攻守ともに前線しておりましたが、しかしこの試合をものにすることはできませんでした。しかし素晴らしい戦いぶりでした。両チームともに唯一となりますタッチダウンを挙げた攻防は見事なプレーでした。本日はご声援ありがとうございました。そして愛知、この試合をものにしまして今シーズン1敗で終える形になります。佐藤建設最終節27日に琉球ガーディアンライオンズとの一戦が残っておりますが、その試合も有終の美を飾る戦いを期待したいと思います。両チーム今シーズンの優勝候補にふさわしい見事な力量を見せ合った素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬという悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、ここでこの配信は一旦終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。この配信は X3 全13チームの共同企画により実現いたしました。その配信本日実施いたしましたのは私道楽屋有茶でした。それでは失礼いたします。